基本的にはまあ、本当サッカー選手は自分でとにかく上手くなるっていう風にするために、私自身ヒントを与えるような指導者っていう風に思ってますし、そんなにこう怒って指導するわけじゃないので、多分優しい指導者なのかなっていう風に思います。ジュロの選手は真面目に非常にトレーニングに取り組んでくれてますし、誰一人やはりこの状況を逃げることなく、プレーしてくれてるので、そこにはすごく頼もしさをすごく感じてます。どんなに厳しい状況でももがき苦しんで、選手はそれをしっかりと何とか乗り越えようということで、本当全員一体となってトレーニングに励んでくれてるので、非常にすごくそこは私自身助かってますので、選手たちは本当一試合一試合に向けていい準備はしてくれてます。はい、攻撃ではやはり相手の嫌なところ、そこにやはり飛び込んでいくとか、そこにボールを入れ込むとか、やはり相手のゴール前にボールを運ぶことを多くして、でそこで何か起こす、別に綺麗に取らなくてもこぼれたボールを打つとか、やっぱそういうふうな形にするっていうのと、守備についてはやはり失点をしないっていうことでは、ボールサイドの厳しさと逆サイドのしっかりと戻る、ボールのない選手たちがボールよりも後ろで守るっていうところをしっかりと意識して、なんとかゼロで抑えて1点でも取って勝つっていうゲームはできると思いますし、私自身もう一瞬たりともやはりこう気を抜かず、この目の前の一戦に向けて、いい準備をするっていうことが、それが次につながる、これが来年再来年につながるようなその戦い方、一試合一試合全力を尽くしてベストを尽くして戦っている姿を見せて、目の前の一戦をしっかり勝って順位をしっかり上げていって、クラブの目標を達成したいというふうには自分では思ってます。はい。